おはようございます。おはようございます。どうしたの、まあ、こんな朝早くからちょっとどうかなと思って。何を？リュウジ君の様子です。あ？リュウジ君の様子です。俺の様子、はい、俺は変わらないよ別に。変わんないですか？変わらん。怒ってます？俺、はい、怒ってない。今日は何取りに来たの？今日はですね、ふと思ったんですけど、うん、1週間前ぐらいに撮ったじゃないですか、うん、な、事件事件の事件、うん、説教動画みたいな、うん、なんかあの時に辞めさせろみたいなことずっと社長が言ってたんですよ、うん、でなんかリュウジ君も言われとったじゃないですか、うん、であれ実際に分かりました辞めますって言ってたら、うん、どうなってたのかなと思って。どうなってた？はい、それ辞めてけって言うだろうねそりゃそうだろう。というわけで今日は、うん、社長来るじゃないですか、うん、なんでちょっと考えたんですけど、うん、やっぱ辞めますって言ったら、うん、社長はどうなるのか、社長はどうなるのか、はい、社長はなんて言うのかをちょっと気になりました、うん、僕いろいろ考えた結果なんですけどつって、はい、まあ、僕は一応、まあ今回起こした事件は僕が悪かったんで、はい、まあ、いろいろ考えたら僕もやっぱ一人で独立しようかなと思ってますって、はい、まあでも言ったらどうなるか面白いよね。結果どんな風になるか分かる気がするけど、やめてきですよね、うん、それ どうするんですか、やめてきってなって。頑張りますってやめて頑張りますってことやめて頑張りますお前じゃあ今日じゃあもうあれかもしれないってことですか、うん、辻退職かもしれないってことですか、うん、サムネテルメチの次に次辻退職それマスクね一人親方になるっつって社長になります。ちょっと社長来るまで待ちましょう。はい、おはようございます。おはようございます。はい、はい、お願いします。何とるや、どうしましょう。お疲れ様です。おう、ぜひ。お疲れ様です。近いな。近いですね。めちゃくちゃ近いですね。近いですもんね。本社からもう5分、10分近くね。いや、俺もう一個間違えて向こうの方なんですよ。住所って。で、デラカシャク近いから。近いな。めちゃくちゃ近い。朝来たら、なんかいたんで。もうあれからやっとんのじゃん。やってます、やってます。あれからじゃあ、もうこれ使うの、これ使う。はい、ここ使う。使います。視聴者のさ、TikTok やっとくの書き沿いでバレちゃって。はい、TikTok 大好きなんで。まさかの、あの書き沿いして2日後ぐらいに伊藤に、編集長に、はい、あいつどうだ、携帯いじっとったかって言ったら、いや、それがパソコンいじってないです。名言だよ。パソコン、それがパソコンいじってないです。本当に言ったかな、そうですね。どういうことって。なんか想像浮かぶっすね。こちらあのニヤニヤしながら言ってる。そう。ちょっとテロップで入っとるから。これ触る？視聴者の一人。どういうことですか？もう一切パソコン触ってないです、ね。時間半ぐらい。ちょっと叱られた動画があるんです。はい。でもなんかそれもあったんで、ちょっと今日社長に話したいなっていうのがあって、あれ、あの後撮った時にいろいろ喋ったじゃないですか。あの、まあテレメチもそうだし、まあお前もまあこれを機にまあ独立考えてみてもいいんじゃないみたいな、一人でやったら分かるでしょみたいな感じで、まあそれを聞いて、まあ僕ももうあれから1週間ぐらい経って、まあ僕もまあ一人で責任を負うことも大事だなっていうのも考えて。え、これドッキリだろ。はい、ネタだろこれ。嘘つくな。で、まあ、まあちょっと僕も独立して自分で一人でやってみようかなって。お前は？そうですね。いや、何でしょう、携帯事業さん。いや、もうその携帯いじるところは仕事中は携帯別にいじってないんで。いや、仕事中だろあれ。あれもそういう考えが無理だよって言ったような独立するのは。そういうあれとはちょっと違うんですけど。なんで？まあ、僕もやっぱやってみたいか。そうですね。もう僕も30だし、うん、まあ自分で一人で責任を負う立場になっても。カメラで公開でいいやつなんだ。公開でいいやつ。まあこれもまあなんか。友情回ってきたんだ、まあ、常にあ、それ使うのかとか動画になるんじゃないですか、はい、まあいいやな、俺も公開説教やってるもんね。公開独立の周りだよな。まあそうですね。そう、まあ、言いづらいことみんなこの前に言いやがって本当。まあまあ、まあ、そうか。そうですね、うん、いいんじゃない、やってみるの。ただ俺はまあ本当に言うようにそういうとこがないと。まあテラも言ったじゃん、まあ、やめて昔言ったじゃん俺、あいつに10年ぐらい前に。
はい、8年ぐらい前か独立するって言った時に、まあ、YouTube やったやつだよ。ああそうですね。やってお前そこら辺の人の中で長所一人二人でやったら恥だぞ。それはありますね。10人20人こっちをやった方が稼げるしな、はい、今の人の中ってなるより9人いいじゃん。そうですね今はいいしね。いいだろ、ボーナスもあるしこっちもつくな、で現場行ってそれも高かったぞ。そうですね。お前18とか2万もあったら買いなぞ。残らないですね実際、まあ、やこの立場に立ってみると、まあ、絶対、まあ、なそんなって感じですね。で、まあ、僕もいろいろ考えて、まあ、自分が責任を負う立場になろうかな。責任を負う立場で責任を負うって誰か一緒にやるやつも、いや今はいないですけど、うん、それなりに集めてやってきてないかなって思ってますね。早いんじゃない。早くは多分ないと思うんですけど、もう30なんで30じゃない、年じゃねえだろ、やっとることや、うん、まあでも、経験してみないと。お前の若い衆に、いや別についてくるけど、人はまあでも、これを機になんかチャンスかなと思って、まあ一人で、まあ、儲けれるっていうか、お金を生むのは多分連れてると思うんですけど、うん、まあ、僕は少しずつ頑張って、従業員増えて、まあちょっとずつでかく会社していければ、まあそれなりにまだチャンスはあるのかなって、まだ30だし。チャンスはあるよ、まあ、チャンスはあるけど、まあ、あれだ、折り返しはじゃあなんでここでチャンスがあったんじゃなかったの。あやってないことはないけど、はい、もっとやりたいかもしれない、はい、それよく言うじゃん、なんか独立して頑張りたいとか、はい、なんで勤めとる時に頑張ったの、はい、そんなやつがじゃあ独立して頑張れるってこの誰も怒ってくれなくなるの、はい、ミッチもそうだろ、結局やってあいつ10人にする彼女仕組みとやけど飴作って喜んだからチャーハン作って、まあ、変わりましたけどね、その辺は昔に加えたらいや飯作ってかあの家庭を幸せにするのも大事だけど、はい、経営者になるってことはそういうことだよ。人がついてくんだよ、はい、そこらの幸せも考えたらまあ俺だよ、まあ、それ普通の生活は増えるから。そうですね。それをお前はその覚悟があるのかって、でその頑張れたのと今二階道場の責任者として頑張れたのじゃないのかって、はい、言われて、それだけの覚悟がある。なんかあんだけ言われて、まあ、お前こんな公開動画にしちゃって俺言うぞ、はい、公開動画にしちゃって言うぞなんか僕もあんだけ、まあ、言われて、なんかまあそれでちょっとした覚悟が決まったっていうのもありますね。やっぱり自分に少しなんか甘かったっていうか、まあ、やるときはやってるんですけど、どっかで気が抜けて、うん、なんかたるんでくるっていう、まあ、それはあったよな。まあ、いい意味でそうやって俺が追って言ってくれたっていうのはあるじゃん、はい、俺も完璧じゃないけどもちろん俺もそうじゃん。やっぱサボってる時はやっぱ証になるじゃん、はい、なんかみんなゆるゆるになってるじゃん、うん、俺が悪いっていうよりだってみんながやっぱ下がってくるじゃん、士気が。いつから考えたらね、まあ、結局すぐやっぱ抜けれないんで、結局下の人間、まあ、僕やってること全部、まあ、すぐ放り投げても絶対できないんで多分、うん、まあ、引き継ぎ、やっぱテレメちゃんに僕も引き継ぎがあったんで、うん、まあ、あいつらに期限切って引きどれぐらいできるかっていうのは、うん、言わなきゃいけないですけど、まあ、それがあいつらがどんだけでうまく進むか分かんないですけど、まあまあ、期限切るのは、まあ、あっちがどれぐらいで覚えてくれるか。カメラ回っとくとやりづらいな、はい、言いたいことも言えんわ、お前、こら。すいません。こら、すいません。言いたいことも言えんよ、これ若者待ってってるままで。なんかそのワード聞いたことあるんですね、言いたいことも言えないんですよ言いたいことも言えんじゃいいあ、まあいいんじゃない。もう俺は別に止めるつもりはないけど、はい、その覚悟があるんですかってことかな、はい、まあ大変だけど、まあでもいいんじゃない、やるのはまあ別にいいと思うよ、はい、うん、まあ公開だから言ってるんだけどね公開だから言ってるわけじゃないけど、まあ、だってトシ君ももしかしたらだろ、独立するんだろ。まあそう言って言ってますね、まあ、でも俺は独立した方がいいんじゃないと思うんだ。それ言うならその独立したいとか何とか言ってんならもうやった方がいいし、一番嫌なのはなんか俺が止めたとか、なんか、まあ、誰でもそう、トシ君もよく言うじゃん、いやみんなが言うんでまだちょっと言いますとか、うん、それただ自分がビビってないでしょ。やりたいって言うと別にやれやって感じだし、はい、まあ、やるのはいいんじゃないの。ただその、まあ、時期とあとはその覚悟だよな、まあ、家庭あるもん。 そんなはねえぞ、まあ、毎日仕事があって毎日家に帰って
友達とお酒飲みに行って寝れるほどはあんまないよ。ただ何も俺はカメラ回ってるでいけんかなっていうのは、まあ、別に仕事はどうでもないけど YouTube がまずいなどういうことまとももなかったらもう全然誰も喋れないですよ。あ、危ないね、喋れないですよね。やばいっす。あ、やばいっす。大将喋れんでいいけど、リュウシュマッチョもな大将喋れんでいいけどまた隠し撮りしたらあかんなな、はい、これでだいぶネタ引っ張れるかなみたいな。そうっすね。で、これを動画にするのか。はい。どこで完結するの。オチは、オチはねえか。別にまあ一回やってみよう。じゃあ、はい、いいんじゃん、話し合って。あの、リカデーションの仕事はどうするの。来るのか、来んのか。まあ、まあ、テレミチと一緒で、まあ、そんな、うん、音もやめて、うん、こっちにいたら、まあ、あんま変わらんくなっちゃうね、やっぱり。自分で寄せて、寂しくない。いじめですよ、なくなると寂しくなるわ。伊藤社長と張り合いねえで、すぐ泣きそうな顔する。どもるんだよ、これ。すぐどもるんだよ。こいつどもったら不意だった。どもったら不意だった。先手やったら、ビビってるって表現したら、相手が喜ぶと思ってくれた。俺分かるもん。日課のペテンシャル。ペテンシャル。このペテンシャル。あ、確かにそうですか。ペテンシャルだと思います。ペテンシャル。じゃあ、本日の動画は、まあ、ビーズが、まあ、独立ね。まあ、よく回るともこうやってみんなの前でね。まあ、行って。まあ、いいんじゃない?それはそれで。まあ、で、まあ、本当に、まあ、言った通り。大変。そうですね。うん、慣れたもんじゃない。でもまあ、それはまあ、成長にもなるから、確かにね。なので、まあ、頑張ってくださいとしか言いようがないし、まあ、しょうもないアンチコメントやな。はい。よくミッチの時にあれだじゃん。こんな未熟者でできるわけねえがね。未熟者だから独立するっていうのもあるから、本当にね。で、まあ、いい意味で助け合っていけばいいしな。じゃあ、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。で、あと、まあ、ちょっとなんか、独立動画なんで、ね、お前も。求人マッチング。登録しとけよ。結構ちょこちょこ来るとか、まあ、なんか連絡も来るんだ、俺知り合いから。はい、どうやって載せるのとか。で、本当にね、PV って言って、あのチャンネルに毎日見に来てるのは、まあ、登録する人、新人がおるかもどうか知らんけど、毎日1000人以上はもう見に来てる。はい、それが、まあ、求人探してる人なのか、企業なのか、ちょっと登録してみようかなとか、YouTube 見てやってる人なのか分からんけど、それはさ、何十本とこの動画に入ってるんだからさ。はい、それはみんな見に来るはずだから、本当にそれは無料で使える。まあ、アップデートしたら一部有料というか、その機能でね、有料にしたらもっとブーストかけれるみたいなとか、はい、あの職人同士のマッチングというか、スカウト機能とか使えるようになるとか、そういうのをいろいろ考えてますんで、はい、あのぜひ登録。で、職人さんの方もあのぜひ登録ね。で、お前みたいな人、もし一人やがったらそこ登録しとくから、向こうからあのちょっと今現場忙しいんで手伝ってくれないですかって、はい、18とかさ、まあ、企業ってみんな18高いと思うけど、18とか2万ってそんな高くないの。それよりも給料の1万8000円、2万円ってすごい高いんだよ。4割は違うんだよ。社会保障だけで2割、3割だろ。で、消費税が違うでしょ。で、車代、足代、ボーナスもあるでしょ、うん、有給もあってくるでしょ。まあ、企業によってな、有給とかはないと思うけど、うん、まあ、うちもなかった、本当、つい最近の話を聞いて、そうですね、まあ、つい数年だよ。だから、それは会社が成長するとともになってくると思うんだけど。まあ、本当にね、いくらでもあると思う、18とかのね、仕事なんかネットワークさえちゃんと構築できやね、はい、いくらでもあると思うんで、まあ、独立で仕事がなくなるとかは絶対ない、だけど、俺が心配してるのは、ずっと一人でやってるから、まあ、後輩一人ぐらいですけど、一番つまらんやん、ね、そう、ついていってるやつも不幸させるな、そこだけちょっと考えてください、はい、よろしくお願いします。です。いい動画になったな、お前。はい。じゃあ、はい、本当に、まあ、ダメってことはないです。はい。はい。お疲れ様です。よろしく。はい。いや、早いっす、話の展開が。話の展開で、なるって言ったんやんけ。そうなるって言っただろう。言いましたね。お前がいつドッキリっていうのが俺はずっと待っとったんだけど、僕なんかもう本当に独立するのかなと思って何がなんかするわけねえだろ。どうしましょう。お電話して言うしかないだろ。独立しますよ、もう一回。お疲れ様です。すいません、ちょっとさっき
ょっと言い忘れちゃったことがあって、あのさっきのやつドッキリですね。さっきのやつドッキリですね。あのヒロシ君の、あの伊藤がずっとドッキリって言わないんだよ。はい、なんか伊藤がずっとドッキリって言わないんで、なんかもうこのまま終わっちゃって、僕がなんか独立する雰囲気になってるんですけどすいません、ちょっと話の展開が早すぎて言うタイミングなかったっす。間違えたってこと？そのまま喋って追いかけちゃったってこと？そうですね、はい、なんか気づいたら締め入っちゃってて、なんか伊藤がもう決まったぞ、もうジムにも行ったで、ちょめちょめちょめ、でもし本当に僕がこのままお前独立したらお前どうするのって言ったら、いや僕が従業員になるんでって言ってたんですよ。RJ 工業。100人おってもお前より仕事できない。で社長がスルーって書いてたんで、お前どうするんだ、俺もこのまま独立することになるぞって言って。いやそれはまずいですね。カメラ止まってくる家だ。もうジムに行っちゃったぞ俺。伊藤に言わせてます。手配して俺もうあれだぞ。人間手配したぞ。おいどうすんだ、俺もう社長になっちゃったぞ。処理終え方だ。どうしましょう。どうしましょう。もう3人ぐらい入ってくるとちょうどいいぞ。マッチョ工業ですね。お前よりしゃべれる職人集めたで。どうすんだ。手配の時に入会道場の給食の時お前辞めんのだろ。はい。辞めんのだろ。伊藤辞めるらしいですね。もういいよ、ちょっとこっちもう事務所なんで忙しいで俺も。終わった動画に行ったら僕は社員ですけど、伊藤辞めるらしいんで。いや、僕も辞めない。まあいや、忙しいで、まあ好きにしてみて。まあそれ動画撮っとんだろ、まだどうせ。撮ってます。撮ってますね。いつまで撮っとんだお前、バカみたいに。はい。だから仕事が遅いんだよ。やめてもやめてもどっちでもいいわ。好きにしろ。お前らが決めることで俺が決めることじゃねえ。そんな風に言われると予想してました。そうですね。求人のこと言ってくよ、求人。だからさ、一緒に働けって言って、求人出して、最後そこで締めるでいいじゃん。これ締めになるんだろう、どうせ。そうそう、はい、これ締めになります。そうだね。ちょっとまあいいわ、打ち合わせしといて、今。了解です。よろしく。はい、お疲れ様です。なんで？うちの職人の募集ですかね。うちの職人の募集？違いますかね。ちゃんと聞いとけって、お前、最後の最後まで。さっき、え？なんか、でも募集かけとけって言うの。周りがうるさすぎて笑んないよね、もう。まあいいじゃないですか、うちの。募集で、うちも今求人かけてるんで、はい、足場屋さん、はい、塗装とかもかけとんかな、シールも。あ、分かんないです。分かんないけど足場募集してるんで、やっぱ人が、はいはい、で、まあ、忙しくなる目処が、まあ、少しずつ見えてきてるんで、はい、大きい物件がそれがあるんで、今結構人を探してるんで、はい、ちょっとなんかうちに入りたいなとか、まあ、動画上だとまあこんななんかワイ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 賑やかやってるけどね、はい、やっぱ現場にあると俺らもね、一個大きい現場でもさ、はい、お金を動かしとる身だからさ、一応、はい、それなりに赤にはしたらかんでさ、はい、それなりにやっぱ忙しいから大変なとこもあるけど、はい、まあ、それなりにやっぱ面白いことがあるからさ、うちの会社はやっぱり、そうですね、ね、はい、まあ、そういうの見てうちの会社に入りたいなーって人がいれば、はい、全然じゃんじゃん七色に電話してくれたら、はい、一緒に働けるんで、はい、一緒に働きましょう。お願いします。お願いします。もしかしたら俺いないかもしれないけどね。そうこれを機に。いや、マジ困ります。マジやばいっす。それを機に次のとこから俺おらんっていう。それはマジっす。あれゆうじくんどこ行ったみたいな。あれあ、いねえじゃんこいつ。MT 工業入ればいいじゃないですか。入るわけねえだろ。はい。じゃあ、またそんな感じなんで、はい、またはい、お願いします。お願いします。さよなら。チャンネル登録お願いします。